楕円曲線、数学における楕円曲線とは、種数の不特異な射影代数曲線、さらに一般的には、特定の起点を持つ種数の代数曲線を言う。楕円曲線上の点に対し、積に関して、線述の点を単位元とする、必ず可感な群をなすように、積を代数的に定義することができる。すなわち、楕円曲線は、アーベル多様体である。楕円曲線は、代数幾何学的には、射影平面の中の3次の平面代数曲線として見ることもできる。より正確には、射影平面上、楕円曲線は、バイエルシュトラス方程式あるいはバイエルシュトラの標準型により定義された、不特異な平面代数曲線に相有理同値である、有理変換によって、そのような曲線に変換される。そしてこの形に表されているときは、実は、射影平面の無限遠点である。また、の標数がでもないとき、楕円曲線は、アフィウン平面上次の形の式により定義された、不特異な平面代数曲線に相有理同値である。不特異であるとは、グラフが線点を持ったり、自分自身と交差したりはしないということである。この形の方程式もバイエルシュトラス方程式、あるいはバイエルシュトラスの標準型という。係数体の標数が矢の時、上の式はすべての不特異を表せるほど一般ではない。詳細な定義は以下を参照。が重根を持たない3次多項式として、とすると、種数の不特異平面曲線を得るので、これは楕円曲線である。が、次数でとすると、これも、種数の平面曲線となるが、しかし、単位元を自然に選び出すことができない。さらに一般的には、単位元として働く、有理点を少なくとも一つ持つような種数の代数曲線を楕円曲線と呼ぶ。例えば、三次元射影空間へ埋め込まれた二つの二次局面の交差は、楕円曲線である。楕円関数論を使い、複素数上で定義された楕円曲線は、トーラスの絵の埋め込みに対応することを示すことができる。トーラスもアーベル群で、実はこの対応は群同型かつ位相的に同称にもなってる。したがって位相的には複素楕円曲線はトーラスである。楕円曲線は数論で特に重要で現在研究されている主要な分野の一つである。例えばアンドリュー・ワイルズによりリチャード・テイラーの支援を得て証明されたフェルマーの最終定理重要な役割を持っている、モジュラー性定理とフェルマーの最終定理への応用を参照。また、楕円曲線は楕円暗号や素因数分解への応用が見つかっている。楕円曲線は楕円ではないことに注意すべきである。楕円という言葉の由来については、楕円積分、楕円関数を参照。このように、楕円曲線は次のように見なすことができる。楕円曲線の形式的な定義にはかなり技術的で代数幾何学の背景を必要としているが、高校レベルの代数と幾何を使って楕円曲線の様子をいくらか記述することが可能である。すなわち、実平面上、楕円曲線は次の方程式により定義される平面曲線として表される。ここにとは実数である。楕円曲線の定義は、曲線が不特異であることも要求される。幾何学的には、このことは、曲線のグラフが線点を持たず、自己交差せず、孤立点も持たないことを意味する。代数的には、不特異とは、判別式と関係している。曲線が不特異であることと、判別式が出ないこととは同値である。係数は、不特異であることと無関係に見えるが、楕円曲線の高度な研究では、このようにした方が便利である。不特異楕円曲線の実数のグラフは判別式が正であれば二つの曲線の成分を持ち、負であれば一つの曲線の成分しか持たない。例えば右の図で示されているグラフでは図中の左は判別式がであり、図中の右は判別式がである。射影平面で考えると、すべての滑らかな3次曲線上の群構造を定義することができる。射影平面上、楕円曲線がバイエルシュトラスの標準型により表されるとき、そのような3次曲線和である無限遠点を持ち、群の単位元となる。曲線は引く軸で対称であるので、任意の点が与えられるとは、その反対側の点として取ることができる。はとする。この加法の定義は、ほとんどの場合は、うまく働くが、いくつかの例外がある。一つ目の例外は、加算する点の片方がである時である。この時、と定義し、は、群の単位元となる。第二の例外は、とが互いに、反対側の点である場合である。この場合は、と定義する。最後の例外は、の場合であり、この時一点しかないため、これを通る直線を一位に定義できない。そこで、この点での曲線の接線を使う。ほとんどの場合、接線は第二の点で曲線と交差するため、反対の点を取ることができる。しかしながら、たまたま変曲点、そこで曲線の凹み方が変わるような点であるような、時は、接線和でしか曲線と交差しない。そこで、を自身として、を単純に点の反対の点とする。バイエルシュトラス標準型ではない3次曲線に対しては9つある変曲点のうちの1つを単位元とすることで群構造を定義することができる。射影平面内では多重度を考慮に入れると3次曲線と任意の直線は3つの点で交差する。点に対し波頭を通る第3の点として1位に定義される。そして任意のとに対するは音を含む直線上の第3の点とした時として定義される。上記の群は幾何学的に記述されると同様に代数的にも記述できる。体の標数はでもでもないとする上の曲線が与えられるとし、曲線上の点音として、まず、とする。音を含む直線の傾き、つまり、とする。は体であるので、はうまく定義できる。すると、をにより定義することができる。により与えられる結合律を除くすべての群法則は、直ちに群作用の幾何学的定義から導くことができる。このアニメーションは、幾何学的な結合法則を示している。6本のどの直線についても、直線上の3点の長であることに注意。9個の点すべての位置は、との位置と楕円曲線によって決定される。9点のうちの中心の点は、とを通る直線上と、とを通る直線上にある。下方の結合律は、格子の中心点を楕円曲線が通るという事実と、同値である。この事実より、が導かれる。楕円曲線と点はこのアニメーションの中では不動であることに対し、一方は、互いに独立して動く。楕円曲線の中のトーラスの埋め込みとしての、定式化は、バイエルシュトラスの楕円関数の不思議な性質から自然に導かれる。これらの関数と関数の一回微分は、公式により関係づけられている。ここに、とは定数であり、和を周期とするバイエルシュトラスの楕円関数で、は、その微分である。複素数上の楕円関数の形の中でこの公式は、明らかであろう。バイエルシュトラスの楕円関数は二重周期関数である。つまり、の観点から周期的であり、本質的には、バイエルシュトラス関数は自然にトーラスの上で定義される。このトーラスは、写像により、複素射影平面の中に埋め込まれる。この写像は、群動形であり、トーラスの自然な群構造を射影平面へ移す。この写像は、リーマン面にも同形であり、したがって、位相的には、楕円曲線が与えられると、トーラスのように見える。格子が、比例な複素数による掛け算により、格子へ移されると、対応する曲線は、同形となる。楕円曲線の同形類は、J 不変量により特定される。同形類は、同じ方法で理解することができる。定数とは、J 不変量と呼ばれ、トーラスの構造である格子により、1位に決定される。しかしながら、複素数の全体は、実係数多項式の分解体をなし、楕円曲線はと書くことができる。以上のことから、であることがわかり、このモジュラー判別式はである。ここにはと呼ばれることもある。注意すべきは、一位仮定理は、主数のすべてのコンパクトなリーマン面は、トーラスとして実現することができることを意味していることである。このことは、楕円曲線上のよじれ点を容易に理解することができる。格子が基本周期で割られると、引くねじれ点はからまでの整数とに対し、次の形の同型類の点である。複素数上に、どの楕円曲線も9個の変曲点を持っている。これらの点のうちの2つを通るどの直線も、3つ目の変曲点を通る。9つの点と12の直線は、このようにしてをなす。有理数帯上、あるいは一般に代数帯上定義された曲線についても、接線と可視線の方法による加法は、にも適用できる。群構造を定義した時にも述べたように、明示公式から2つの引く有理点の和は、等を結ぶ直線は上に係数を持つゆえ、再び上に座標を持つ。このようにして、の引く有理点全体のなす集合和の複素数点。が実代数帯の場合は、実数点全体のなす群の部分群をなす。この意味において、楕円曲線は、アーベル群、すなわちとなっている。代数帯上の楕円曲線上の点に対し、高さが定まる。一般に、次数の代数帯上の斜影空間フォーミュラ16上の点フォーミュラ17の絶対的高さをにより定めるを含むの取り方は、1位ではないが、の取り方によらずに定まる。ここで、フォーミュラ19は、上の正規化された絶対値を表す。またを対数的高さと呼ぶ。任意の定数に対し、高さフォーミュラ25となる点フォーミュラ26は、有限個である。任意のフォーミュラ29に対しが成り立つ。ここで右辺のフォーミュラ31はとのみに依存し、矢には依存しない。フォーミュラ32を決めれば、定数フォーミュラ33が定まり、が、任意のフォーミュラ35に対して成り立つ。さらに整数を定めれば、任意のフォーミュラ35に対してが成り立つ。ここで右辺のフォーミュラ31はフォーミュラ39のみに依存し、には依存しない。つまりは、およその事情に比例して増加する。の形で表されている時和の引く座標を与える。関数は玉関数である。さらに、玉関数に対しで与えられる極限和に依存せず、定まる。この極限を標準的高さもしくは、ネロン程度の高さ、という、標準的高さについて、が成り立ち、さらには、フォーミュラ45上総線形的である。また、任意のに対し、が成り立つ。ここで右辺のフォーミュラ31はのみに依存し、には依存しない。最も重要な結果は、すべての点が有限個の点から出発する接線と合線の方法により生成できるということである。より詳しくは、モーデル、ベーユの定理が、群が有限生成アーベル群であることを示している。一般に、有理数帯以外の代数帯に対しても群は有限生成アーベル群である。したがって、有限生成アーベル群の基本定理により、これはのコピーと有限巡回群の有限のなおかずである。定理の証明は2つの部分からなっていて、1つ目は任意の整数に対し、小群は有限であること、弱いモーデル、ベーユの定理。2つ目は有理点の上の高さ関数が上記のように定義されるとき、任意の定数より小さな高さを持つ点は上に有限個しか存在せず、またはおよその事情に比例して増加するという性質である。定理の証明は無限効果法の変形の一種で、絵のユークリッドの互助法の繰り返しの適用となっている。を、曲線の有理点とし、をと書くことにする。ここにはの固定された代表元である。するとの高さは、の高さのおよそとなる。より一般的には、任意のであるをの代わりとすると、の代わりにとなる。同じようにをと書き、をと書き、と繰り返していくと、最終的には、点と高さが事前に選択したある定数より小さいような点の整数係数の線形結合となる。弱い形のモーデル、ベーユの定理と高さ関数の第2の性質により、はある、決められた有限個の点の整数係数の線形結合として表される。これまでに、の代表元を決定する。一般的なプロセスが知られていないので、この定理は有効である、計算可能であるとは言えない、と表すことができる。ここでは、ねじれ点である。この時、標準的高さはと二次形式で表され、かつこれは、正定値である。具体的には、小さなランクの楕円曲線しか知られていないにもかかわらず、22に大きなランクの楕円曲線が存在するとも予想されている。有理数耐久上で考えた場合、正確なランクが判明している楕円曲線のうち、最大のランクを持つ楕円曲線は2009年により発見されたであり、そのランクはである。正確なランクが判明していなくても良ければ、最低でものランクを持つ楕円曲線が同じくエルキースによって発見されている。ランクの決定に関しては、楕円曲線上のゼータ関数によって記述できるという、バーチスインナートンラヤー予想が存在する。すべての場合の例が知られている。さらに、上で定義されモデル、ベイユ群が同じねじれ群を持つ、楕円曲線は、パラメトライズされた属となる。一般の代数体上の楕円曲線のねじれ部分群について、次のようなことが知られている。による定理は、与えられた整数に対し、動径を除いての数体上に定義された、代数曲線のねじれ群として作ることが可能な群は有限個しかない。さらに詳しくは、次数の数体上の任意の楕円曲線に対し、任意のよじれ点はのみに依存して定まる、定数フォーミュラ51よりも小さな異数を持つ。この定理は D1 に対して、よじれ点が数である異数の場合は、となることを言っている。BSD 予想は、クレー研究所のミレニアム検証問題の一つである。予想は、問題を楕円曲線により定義される解析的で、数論的な対象に依拠して記述している。解析側での重要な側面は、複素変数関数である上野のハッセベーユのゼータ関数フォーミュラ53である。この関数は、リーマンゼータ関数やディリクレの L 関数の変形である。有理数体上の楕円曲線の場合は、すべての素数について一つの要素を持つオイラー積として定義される。整数係数での最小多項式与えられるへの曲線に対する方での還元は、有限体上の楕円曲線を定義する有限個の例外を除く素数で還元された曲線は特異点を持ち、従って楕円曲線にならない。そのような場合はであるという。有限体上の楕円曲線のゼータ関数は、ある意味で、有限な体の拡大の中の点の数の情報を集める母関数である。この母関数は、で与えられる。べきの右肩に載っている指数の和は、対数の展開に似ていて、実際、そのように定義されるゼータ関数は、有理関数である。よって、上野のハッセベーユのゼータ関数は、すべての素数についてのこれらの情報を互いに集めることにより定義される。すなわち、と定義される。ここに、がで良い還元を持つ場合は、であり、そうでない場合はである、良い還元を持たない場合は、が、上記とは異なる定義となる。この積和でのみ、絶対収束する。ハッセの予想はこの引く関数は、全複素平面へ、解析接続され、任意のに対して、をへ関連づける関数等式を満たすのではないかという予想であった。1999年、この予想は、谷山志村予想の証明の結果であることが示された。谷山志村予想は、上のすべての楕円曲線は、モジュラー曲線であるいう予想であり、このことは、楕円曲線の L 関数は解析接続が知られている。モジュラー形式の L 関数であることを意味する。このことにより、任意の複素数での値について言うことができる。BSD 予想はでの曲線の引く関数の振る舞いへ、曲線の数論を関連づける。さらに詳しくは、での引く関数の異数は、のランクに等しく、楕円曲線に関連するいくつかの量を表す、この点でのローラン級数の主要項であることを予想している。リーマン予想とよく似ていて、この予想は次の2つを含む多くの結果を持っている。モジュラー性定理は、以前は、谷山志村予想としても知られていたが、球の上のすべての楕円曲線は、モジュラー曲線であるということであり、言い換えると、楕円曲線の発生米油のゼータ関数は、ウェイト2でレベル1のモジュラー形式の L 関数で、あるということを言っている。ここに N は、アーベルタ様態のである。シルベデトは、の判別式デルタとして、同じ素数により割ることのできる整数を言う。言い換えると、離散2に対し、L 関数をの形に書くと、は、ウェイト2でレベル N の双極モジュラー形式のを定義する。N を割らない素数リットルに対して、モジュラー形式の係数 A はリットルに等しい。つまり、4リットルでの最小多項式の解の個数に等しい。に関係づけられている。リットルを37とは異なる素数とすると、係数の性質を比較することができる。したがって、イコール3とすると、法3の方程式の解は、であり、A イコール36イコール3である。予想は、50年ほど遡るが、1999年にアンドリュー・ワイルズのアイデアを使い完全に証明された。彼は1994年大きな楕円曲線の属についてこの予想を証明した。予想には様々な定式がある。これらが同値であることを示すことは難しく、20世紀の後半の数論の主要なテーマであった。同定 N の楕円曲線のモジュラーリティは、モジュラー曲線 X からへの球状に定義された非定数の有理写像が存在することも表すことができる。特にの点はモジュラー関数によりパラメトライズされる。例えば曲線フォーミュラ66のモジュラーパラメータ川により与えられた。ここでは上記のように Q イコール exp とする。関数 X と Y はウェイト0でレベル37のモジュラー関数で言い換えると、それらは上半平面イブ例で定義された有理型で関数等式を満たす。また同じことが add bc イコール1かつ 37c となるすべての整数 a, b, c, d と y について成り立つ。別な定式化は一方では楕円曲線に他方ではモジュラー形式に関連するガロア表現の比較に依拠している。モジュラー形式に関係づけられた定式化は予想の証明に使用された。形式のレベルを扱うことと曲線のシルベデとの関係は特に微妙である。予想の最も重要な応用は、フェルマーの最終定理の証明である。素数 P5 に対して、フェルマー方程式は0ではない整数解を持つとする。つまり、フェルマーの最終定理の反例であるとすると、判別式の楕円曲線は、モジュラーではあり得ない。したがって、楕円曲線のこの属、ヘレゴーチフライ曲線と呼ぶの、谷山志村予想の証明は、フェルマーの最終定理を意味する。二つのステートメントを結びつける証明は、ゲルハルト・フライの1985年のアイデアを基礎にしていて、難しく、テクニカルである。1987年にケンリベットにより出版された。楕円曲線上には整数点は有限個しか存在しない。すなわちが整数であるようなの点の集合は有限集合である。一般に種数が以上の代数曲線には整数点は有限個しか存在しない。これはがディオファントス近似に関する定理から特別の場合について証明し、ジーゲルが一般の場合について証明した。この定理は、の座標の分母が有限個の素数によってのみ割ることのできる点へと一般化される。しかし、これらの定理は、計算可能性を備えていない。ベーカーは、超越数論の方法を使い、種数1の代数曲線には有限個の整数点しか存在せず、それらは計算可能であることを示した。定理はわかりやすく定式化できて、例えば、によると、の YL シュトラスの方程式が、定数 H により誘拐付けられた、整数係数を持つ、方程式であれば、もも整数であるの点の座標は、と定めると、ファイはからへの群動形を定める。そこで、の、生成元を、フォーミュラ73と置くと有理点フォーミュラ74は、有限位数の点に対しが成り立つ。この写像ファイを楕円対数と呼ぶ。通常の対数関数の一次形式の下からの評価に関するベーカーの定理に対応し、楕円対数の下からの評価が知られている。次の不等式が成り立つような、と、代数体及びランクにのみ依存する、計算可能な定数フォーミュラ76が取れる。フォーミュラ77と置くと、格子上の任意の点フォーミュラ78に対して、一方が整数点であるとき、この絶対値はに対して指数関数的に減少する。というのは、が、整数点であるときフォーミュラ80となる一方、標準的高さは、フォーミュラ81の正定値二次形式として現れることから、対数的高さも正定値二次形式で禁じされるので、となるからである。フォーミュラ83もと、代数体及びランクにのみ依存する、計算可能な定数である。このことから、整数点の大きさに対する上からの評価が得られる。この方法はが知られているときには、整数点の大きさに対する計算可能な上階を与えるが、前にも述べたように字体を特定するアルゴリズムが知られていないため、この方法は一般の楕円曲線に対しては、理論上は必ずしも有効ではない。楕円曲線は任意の体上で定義することができる。楕円曲線の公式な定義は、上で定義された点を持ち、種数の上の非特異者 A 代数体を対ことをいうの形に書くことができる。ここにとはの下で多項式の右辺 xpxq は20点を持たない。標数がやであれば、さらに項を注意深く扱わねばならなく、標数の場合は、最も一般的な方程式は多項式の右辺が異なるね。記法は歴史的な理由を持っているを持つような任意の定数に対しの形をしている。標数の場合は、以上のようなことが不可能で、最も一般的な方程式であるが、非特異な多様体を与える。標数が問題にならない場合は、各々の方程式は適切な変数変換により前の方程式となる。一つの典型例を挙げると、すべての曲線の点が上の方程式を満たし、そのような点とがの代数的平包みに属するとする。に属する座標を持つ点は、有理点と呼ばれる。一般の体上の楕円曲線は、射影平面の非特異三次曲線と書くことができる。この式は、三次曲線の辺曲点がにあり、その接線がであるとしたときに得られる形で、YL シュトラスの標準型と呼ばれる。この正次式を非正次形に直すとなる。と、体上の楕円曲線とする。との間の動詞は、起点を保つアーベル多様体の間のである。言い換えると、写像は、上の与えられた点から、上の点へ写像する。二つの楕円曲線が動詞とは、それらの間に、動詞写像があるときを言う。この関係は、動値関係であり、の存在により対照的である。すべての動詞は、代数的準動形であり、このようにして、K に値を持つ、楕円曲線の群の準動形が導出される。を、この元を持つ有限体として、を上に定義された、楕円曲線とする。上のを正確に数えることは、一般には難しいが、楕円曲線の発生の定理は、無限遠点を含めると、この数を、と、評価できることを教えている。言い換えると、曲線の点の数は、大まかには、体の元の数の増加具合と同じ増加具合を示している。この事実は一般的な理論の助けを借りて理解し、証明することができる。局所ゼータ関数やエタールコホモロジーを参照。点の集合はユーゲンアーベル群である。常に巡回的か、もしくは二つの巡回群の積となる。例えば、では、で上に定義される楕円曲線は72個の点を持ち、を含む71個のアフィン点と無限遠点を一つ持っている。その群構造はで与えられる。具体的な曲線の点の数はにより計算することができる。により定義される。ここに体は体の自拡大、つまりである。ゼータ関数はの有理関数である。ある整数が存在し、となる。さらに、絶対値がである、複素数、アルファ、ベータとすると、が成り立つ。この結果は、ベーユ予想の特別な場合である。例えば、では、体上のゼータ関数であるは、により与えられる。このことは、次の式に従う。佐藤、帝都予想は、上の楕円曲線を法で還元した場合に、ハッセの定理の中の誤差項が、素数によって、どのように変わるのかについての言明である。佐藤、帝都予想は、ほとんどすべてのそのような曲線に対し、により証明され、誤差項が等分分布していることを言っている。有限体の上の楕円曲線は、特に暗号理論や大きな整数の素因数分解に応用されている。これらのアルゴリズムには、上の点の群構造がしばしば利用されている。一般の群、例えば有限体の可逆元からなる群に適用できるアルゴリズムは、楕円曲線上の点の群へも応用することができる。例えば、離散対数は、そのようなアルゴリズムである。興味深いのは、楕円曲線を選ぶ方が、体の位数と単位元を選ぶよりも、高い柔軟性がある点である。また、楕円曲線の群構造は、一般にはより複雑である。有限体上の楕円曲線は、整数の素因数分解への応用と同じように、暗号理論への応用にも使われる。典型的には、暗号理論への応用の一般論は、ある有限群を使った、知られているアルゴリズムを、楕円曲線の有理点の群を使うように書き換えて、使う。さらに以下を参照。サージ・ラングは、下に挙げた参考文献の導入部で、It is possible to write endlessly on elliptic curves と言っている。したがって、以下の参考文献のリストは、膨大な公開されている、楕円曲線の理論的、アルゴリズム的、暗号理論的な側面のせいぜいガイドでしかない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。